おっしゃ、じゃあ行きますわ、僕。お願いします。岩さんの、はい、アリオたち。アリオたち。まあ、さっき言った感じ、全然あの、ラケット自体は馴染みのある、はい、お前交換な。はい、そうです。で、軽いし。ただね、さっきドライブの時にね、お前打ち合わせ絶対に好きやからな。あ、ここはもう全然もう。はい。僕は好きな感じ、お前だし。ちょっと誰かに飛ぶんだよね、はい、これ、5-3より柔らかいんだよね。5-3より柔らかいです。だから性能としては5-3とポテンシャル一緒なんですけど、5-3を柔らかくしたわけなんです。なるほどなるほどね、はい、それ基本荒くしたとかそんなやつなくて、あ、もう5、3と4、8は基本的にスポンジもシートも一緒です。あー、で、コードが5でやるのかとか、おー感じですね。だからまあコンセプトとしては R5-3 の性能をより引き出しやすくなったんです。うんうんうん。やっぱ R5-3 っていいラバーなんですけど、なかなか使う人選ぶんですよ。そうだね、本当にパワーヒッターとか活かせる人が使ったらいいボール出るんですけど、やっぱなかなか扱いづらいですよね。まあもうボーズイモデルにしてるんで、丸卓球でもらったら分かるんですけど、こんなんじゃないですか。それをもっとナチュラルにしたというか。最初打ってみて、まず率直にどう思いました？なんだろうな、5-3好きって言ったじゃないですか、はい、僕、はい、だから4-8打った時に物足りないかなっていうのを正直前評判、あ、はい、ちょっと柔らかいでしょみたいな、まあ柔らかいですね、うん、だから行かないでしょみたいな、はい、深いんだよね、はい、そうなんですよ。なんだ、でもやっぱ5-3に似てるでしょ。似てる、はい、だから5-3使いやすくしちゃったのはすごい分かる。本当ですか。うん、いやでもね、ちょっとやっぱり想像以上にちゃんと振った分だけ止めてるな。だから多分使いやすくなったっていうのは結構、はい、なんか本当に使いやすくなってるね。なってます。うん。5-3がダメだった人、はい、とかラザンターシリーズが苦手な人、はい、いるじゃん。いますね。特徴的じゃないですか。まあ旧シリーズもそうだけど。はい。が打ったら、あ、ラザンターシリーズってこんなんだったっけって思うんじゃない。はい。いい面すっごい使いやすくなってる。そうです。だから。尖った感っていうか、まあ、はちょっと減ってるんですよ。角がちょっと取れた感じ。角取れた感じなんですよ。万人受けじゃないけど、みんな多分打ちやすくなったなって言うと思う。すごい。だからそのラザンタ5-3とかが好きで、ラザンタ独特の、あの、打感とか、はい、癖っていうのは、かなり取れたんですよ。取れたんです。逆にそれがいい人は、R47 でいいんですよ。そうだね。はい。だからそれが、うんっていう人は、48の方が、多分いいと思います。うん、いや結構何が変わったのか分かんないけど、はい、引っかかりってもともと引っかかるじゃない。引っかかりますね、うん、飛ぶな。飛ぶす。だからぶっちゃけあのそれウルトラマックスで 2.3mm あるんですけど、うん、あの 2.0 でもいいです。そう、十分です。あの本当多めのラケットで特殊で入ったら 2.0 の方がいいかもしれない。 2.0 の方がいいかもしれないですね、うん、これやっぱ飛ぶんで、飛ぶのはラザンターの時からずっとそうなんで、うん、それがもっとちょっと収まりが良くなったみたいな。あと滑る感覚がないですね。ああ、食ってくるでしょ。ネットミスする感じがしない。だから下がりのボールってどうだろう。ちょっと一回かけるか、一回かけろ。どうなるか。これが5-3の時よりもちょっと感覚変わってるんですよ。そうだね。5-3って結構もうオート感、うんうんうん、それはでもしっかりかけてる感が5-3に比べてあるんですよ。ちょっと早くいきます。うわー、飛ぶ。それ、その5枚交換ですかね。ちゃんと飛ぶ。あー、かけて相棒行くなったらいいな。やっぱ、さっきと一緒で、はい、お前じゃん、はい、だから、いつもからちょっと飛ぶと負けるなって感じするけど、でも
ほら、腕上がんな。なんか一言で言うと、僕ゴーさんすごい好きなんで、はい、ポアに使うんだったら多分ゴーさん使うんですよ、はい、あれの方が僕の多分こうバーンって振った時に思った通り行くのが、まあ、独特だから好きなんですけど、はい、多くの人は多分こっち使う気がする。使いやすい、まあ、フォアゴーさんバック48がいいと思う。僕バック多分48、はい、そのフォアがあんまり多分強く打てない人は48の方が、まあ、ゴーさんみたいなボールが出やすいんで、うん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 、いいと思います。確かに食い込みやすかったけど持ってるようになってるね、はい、明らかに53で僕48と両方打ち比べたんですよ。ここはやっぱ強く打った時53の方が威力出るんですよ。そりゃそうだもん、ね、そう間違いなく。でも48の方が全部安定するんで、うんうん、分かるけど、はい、そこは結構悩みどころでした。普通に打ってて飛距離が出るのが、はい、大体使いやすくなってさ、ちょっとやりますからさ、浅くなるじゃん。なります。いや深い変えるから腕かな。まあそれは前提に。いやでもほんと深く入るな、はい、打ちやすい、なんか純粋に打ちやすいから、なんか無理やりにすればなんかその独特さがなくなったねっていうのはあるけど、でもそれもの、はい、なくなったわけじゃないから、完全に柔らかくして、そう、うん、なんかまくなったなお前って、大人になったなみたいな感覚、はい、なるほどね。これはラザンターが苦手だった人が打ったら、それがね Q3 と Q5 みたいな感じなんですよ。Q3 って独特なんですか。で、Q5 になって、あれ Q3 の格上だけど全然打ちやすいやみたいな、なって、まあ、Q5 だいぶ本当に丸くなった、丸くなったんですよ。そうそう、なんかそれと似た感じなイメージ、ちょっと欲しいですね。あ、詰まった、ブロックめっちゃやりやすい。これめっちゃやりやすい。これちょっと待った。だからバック48だ。フォアゴーさん多分負けて落ちる感じが全くしない。ネットインク、そうそうそう、パってなったらここら辺に当たったら落ちたりするじゃん。はい、それがない。おー、で安心感ですか。安心感あるし、こうかける時も、まあ、ラケット多いのか分かんないけど持つ下の食い込んで自分飛ばす感じだから、オートじゃないんだけど、はい、オートでいくらいしないんで、多分これゴジーとか使ってる弾むラケットだともっとオートマチックになると思うけど、はい、それでもあ、うん、いい、うん、よいよい、ちょっと一回ゆっくりになっていい、はい、こういうこういうほら落ちないでしょ。じゃあ、滑ってないの。そう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 、やつか、これ合算の時もあったんだけど、それはもっとやりやすくなってる。まあまあ頑張ってかけてるよ。これね、バンってやるとこうなるんですよ。ああ、なるほど。今みたいにならないけど、あんな大きさにならないけど、ギリギリネット届かないみたいな、こういう感じになるんですね。いや、これめっちゃやりやすいわ。それ引きつけっていうんですか、なんかこう、そう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 。あれが、まあ、ゴーさんの時もそうなんですけど、それが多分ね、めっちゃやりやすくなってるというか、感覚が出やすくなってる、人の。で、覚えるときにも、やると感覚出るかも。めっちゃ。これ、僕いつもラバーシャーするときにやるんですけど、はい、やっぱ落ちるやつは落ちるんですよ。落ちるやつです。でも入るやつは入るから、はい、それで、どんぐらい引っかかるのか見るんですけど、まあ、ルーブラーはそんな変わらんじゃん。強いボール、こうやって、回転だけ殺してとか、ちょっと回転残して返すときに、どういう取り方するかで。結構判断するんですけど、こんなんやネットミス一回もしないか、しないです。え、いくくないわ。めっちゃ沈んだからボール。非常に使いやすくなってくる。なんだろうな、このラザンサーのいいところの特徴、まあ、引っかかったりとか、はい、こう強いボールを行くのは残してるけど、それでも打ってる感覚がないみたいな人が僕の周りにも多かったんで、なんか当たってくれないとか、はい、当たっていっちゃうとか、あいうのが解消されてるから、
使いやすくもなってるし、こう、もっと万人受けする一番の、多分一番最初に7シリーズ使ってみたいんだけど、どれが一番使いやすいかって言ったら、間違いこれだね。前のラザンタ。うん。でも逆にその1回前のラザンタって言ったらですけど、なんか僕らのところでもそれで、第1世代のラザンタと第2世代のラザンタで、ちょっと分けていくんですよ、王さんっていう話を。だからその、逆に前のラザンタを知ってる人にも使ってほしい。そうだね。それが嫌やったからって言って、なんかここは良かったけど、っていうのは、そのまま残ってるんですよ、飛ぶとか引っかかるとか、うん、でも、安定しないとか、なんかちょっと変なボール出るとかっていうところが解消されてるんで、うんうん、ただ完全に使いやすくなってる、普通に。なんか逆にこれ、特殊素材入ってるやつに入れて打ちたいね。ああ。もう、今これ5枚で合わせちゃってるから、はい、多分まだちょっとイメージは変わると思います。ですよね。はい。でも皆さんこれ5枚交番で、まあ言ってもそこまで飛ばないられたと思うんですけど、それであそこまで飛距離出るんだったら、はい、多分ちゃんと飛びます。マジでかかるし、でとりあえずループってもらってこうやってやってください、使った人は。そうすれば多分良さが分かる。はい、だから使いやすくなったことぐらいディスるとしたら分かる、意味分かる、分かるですよ。だからまあ言うたら、そのドイツ製のラバーらしさってあるじゃないですか。そう癖玉とか、うん、例えばちょっと普通のボールに比べてなんかちょっと、まあ、粘着性とか日本製のラバーに比べたら、うん、やっぱりちょっと癖が出るじゃないですか、うん、ドイツ製のラバーって。だからそこの良さは多少薄れてるかなっていう、うん、角が取れて、はい、まあ、万人受けするラバーになったねっていうのが、はい、なんか良くも悪くも、良くも悪くも、なんか日本製ラバーが好きな人でも使えるようになったの、うん、ドイツ製のラバー。そう、ね、自分が持つ通りにコントロールがしやすくなった、はい、なんかジャジャ馬が好きな人は分からないけど、でも一回打ってみたらいいんじゃないかなと思って。そうですね、うん、そんなジャジャ馬使いこなせる人なんてさ、そうそういないじゃん。そうですね、うん、世界のトップか日本トップじゃないですか、うん、だからまずはこれラザンタシリーズ使ってる人も使ってみるといいと思いますよね。一回騙されたと思って使ってほしいですね。もっとなんかね、これもっさりしてとか、使いやすくなって、かけやすくなったけど、球はいかないって想像だったの。まあ、坊さんが好きな人からしたら。そう。それがね、ちゃんと行くし、深く入ってたんで、そういうことかって。そういうことです。まあ、サーブとかかかるのはもう分かってるけど、坊さんで経験してるんで、別にああ、帰って出さないですけど。あえて出さないって言って、まあ、開けてたけど。私、台座も多分やりやすいんですよ、これ。普通に。そこら辺変わらないと思うんで、ただ強く打った時にどうなるかを知りたかったんで、そういう意味では全く変わらなくはないけど、その全然違和感があるようなボールは全然いかなかったんで、とんがり続けなかったんで、ちょっと大人だった、はい、ちょっと大人になりました。ちょっと一回まあ打ってみて、まあ、村田とついてんだろって思う方は打ってみて、だからもう普通の今の村田とそこで打ってみて、ブロックとかカウンターとかやってもらえると多分何とも分かると言ってることが使いやすくなってます。これは事実でも、それが好きな人がいるかもしれないし、嫌い人もいるかもしれない、うん、でも使いやすくはなってる、間違いなく。なところで今回ちょっと僕は48で田中さんはあるというふうに決まりましたけど、まあ、そんな評価でした、僕たちからした、はい、まあ、参考になる方はちょっと打ってみてもらえばね、いいと思うんで、ぜひ R48 そして R48 よろしくお願いします。終了、よいしょ、ありがとうございました。ちょっと似てんだよな、9とか。あ、そう、うん、だから僕は全然違和感なく打ってるんですか、はい、僕は9、5は違和感なく打てるんです、うん、むしろ僕はこれメーカー抜きにしたら普通に押してるんで、9、5はこのままいいやんって話を。We'll be right back.